ん？何？やってほしいことがある？それって今じゃないとダメ？俺今仕事してるんだけど、できるだけ早く終わるからそれまで待っててよ。何？ダメなの？今手離せないから無理だよ。そんなわがまま言わないで。今忙しいって知ってるでしょ。早くって。じゃあこれが終わるまで我慢してよ。そしたらしてあげる。そんなこと言ってもいつもしてくれないって？そうだっけ？じゃあしてほしいことって何なの？それ聞いてから今すぐやるかどうか決めるよ。え？俺がやるって言うまで言いたくない？何それ、言いにくいことやらせようとしてる？してない？本当に？怪しいんだけど。こっち向いてよって。今は無理だってば。もうちょっと待って。え？チューしたい？何？やってほしいことってチュー？かわいいじゃん。でも残念、今は無理。これ急ぎで終わらせなきゃいけないからさ。怒らないでって。じゃあなんで邪魔するの？これ急ぎで終わらせなきゃいけないって言ったばっかだよ。最近仕事ばっかで寂しい？それは悪いと思ってるよ。でもさ、こういう仕事なんだから理解してくれなきゃ困るよ。せめてこっち向いて喋って。今は忙しい、わかるよね。喧嘩したくないからさ、後で話そうよ。とりあえず俺は今キスしたくないの。それは分かってくれる？じゃあ悪いけどちょっと待ってて。終わったよ。なんで泣いてんの？泣いてないって。バカ。泣いてんじゃん。
ごめんね、冷たくしちゃったよね。今回は無茶なスケジュールで組み込まれてたから大変だったんだ。だからイライラしててさ、君に八つ当たりしちゃった。ごめんね。君は何も悪くないのにね。今更だけど、君がして欲しかったことを今からしてもいい？もう遅いかな。いいの？じゃあ遠慮なく。これで仲直りね。いいよね。ダメ？なんでダメなの？じゃあどうしたら許してくれる？そんなことでいいの？わかった。じゃあお仕事終わったし、ほらベッドに入ろう。泣かせちゃってごめんね。嫌いなわけじゃないからね。今日は寝れないと思ってね。大好きだよ。